西都市長のフーバーレポート、インタビューアーの岡崎です。本日は西先生に、硫黄島の真実と題してお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。激戦の地、硫黄島、硫黄島と呼ぶこともありますが、硫黄島は東京から約 1200km 離れており、小笠原諸島の南東に位置しております。1945年2月から3月にかけて、日本軍とアメリカ軍の熾烈な戦いが繰り広げられました。 日本兵約1万人玉砕、アメリカ兵6,800名戦死二先生硫黄島の戦いはどのような惨劇だったのでしょうか皆さん想像を絶するという言葉がありますがそのような戦いです日本側が想像を絶する戦いをいたしましたアメリカ側は輸送船で武器弾薬戦車火炎放射器 もうすべてを持ち込みました。日本側は山へ。山ってあそこ、あの、活火山があるところですから、硫黄島っていうのは、あの、富士山麓で硫黄がたくさん吹き出しておりますが、あれと同じで、硫黄を商売道具に使ってた島です。その、もう俗に言う裸の山、活火山ですから、裸の山、洞窟いっぱいありました。 そこに隠れて戦争するんですが、日本側に武器弾薬、食べ物がなくなります。なくなりますってな、輸送船が入ってこれませんから。一万九千人、そこで玉砕って皆さん聞きましたが、玉砕じゃなくて、誰も助けに来れないんです。日本側、もう戦争、完璧に負けた世界で。 1945年の2月、3月、もう日本、本島が必死ですよ。沖縄も戦闘態勢に入ってますし。すなわち、伊王島、頑張ってね。助けに行けません。ところが伊王島を守ってた日本軍、これまた、もう想像でして有無をかかん、勇猛果敢。 それで全員がアメリカ軍の鉄砲や大砲や火炎放射器で殺されたんじゃありません。殺されて、戦死したんじゃありません。半分以上は上、上死に、い上ても動けない。それで食べてないんで免疫が強くないんですぐ疫病にかかる、風邪にかかる、な,なんとかか、傷が悪化して餌になって死ぬ。 もう、悲惨な状態でした。で、そんな状態を知ってるアメリカは、この男たち、まだ戦うのかと。それでアメリカには、もうあの、テイクノー o リーズ、s やつ、もう捕虜にするんだ。こいつらを捕虜にするな。捕虜にすると危ないだけだ。もう、降参して、ホらーなから出てくるのも殺しました。とにかく、全員、 死にました。それで玉砕と言ってますけど、あれは全員戦場で亡くなった状態です。うん、まあ、指揮官謎、5、6人は自決されましたけど、ほとんどの人は、ほとんどの兵士は、戦死、餓死、疫病で病死。誰も残ってないんです。うん その半数以上の兵士が、まあ、上と液状で亡くなってしまった。はい、そして、こう、硫黄島先生がおっしゃったように、硫黄の島ですから、こう、真水がないわけですよね。真水ありません。そのような中で戦うっていうのは非常にもう困難を極めるいう,いやもう皆さん、あの、敵は50メートル前にいるわけですよ。要するに10メートル前。で、夜になると、日本兵、渇きを癒すために、 水を惜しんで、アメリカ軍の水を盗みに入って、盗みに、潜入していくわけですよ。そんな状態、降参すればいいのに、アメリカだったらもう降参するんですそこで。アメリカは。降参して、捕虜になります。日本捕虜になっちゃいけねえというメールが来てますし、東條秀樹が帰った時、有名な、 恥ずかしめが撃ってなったやつ。それで全員死んでいくわけですいやもう水がないところで植物も食べ物もないわ。で、相手をアメリカ兵との銃撃戦になっても弾、弾を勘定しながら、節約しながらアメリカ兵を撃ってるわけですよ。向こうはもう機関銃で。 浜な山ほど持ってきてますから打ちまくりでいやあれはもう勝てる硫黄島じゃなかったんですその硫黄島の戦いで日本軍は全滅まあ硫黄島はアメリカ軍に占領されました、はい、まあここから沖縄戦をはじめまあ東京や大都市への空襲が相次ぐようになりますはいまあ新先生激戦地の硫黄島をこうアメリカは戦略的にどのように見なしていたのでしょうか。 言ーうと落としたときに、アメリカが見ると、言ーうと落としたときに、もう勝ったです。完璧に。いや、もっと前から分かってたんですけど、言おうとに1万9千人も日本円がおりますので、うっかりこの男たちを残してると、残して東京の方へや、沖縄の方へアメリカが行くと、後ろから攻められるんじゃないか。つまり、しらみつぶしに、日本円をなくしていきました。うん、またそれができた、 アメリカの圧倒的な戦争力です。そのまあこ<ん>まあ、えー、こうイオ島を舞台したこう映画っていうのははい、はい、数多く制作されているかと思います。まあその中でもアメリカで有名な作品がクリント・イーストウッド監督のまあイオ島からの手紙と父親からの静止機です。はいイオ島の手紙は日本側の視点からイオ島の戦いを書いたもの。もう一方の父親からの静止機は アメリカ側の視点から書いたものです印象的だった場面にアメリカ兵が降伏してきた日本兵を打ち殺す光景がありましたまあ二先生アメリカ人の監督がこのような場面を書くこと珍しいことなんでしょうかいやもう珍しいも珍しいもクリント・イーシュト・ウッドのような超大物の俳優大物の監督だからできたと思います他の監督そこまで突っ込んでやりません いや自分の身が怖いんで、そこまで突っ込んでやる,いると、アメリカ側からや、まだ第二次世界大戦に参戦した方生きておられますので、大反論が起き上がって大変なことになります。しかし、クリント・イーストウッドも、業績たくさんある人ですからあ、あの男が言うんだったらって感じです。しかし、降参した日本人、日本へを撃つのは、 当たり前でした。だから、どうせ降参しても殺されるんだったら、戦って玉砕しようと。うん、それはそうです。だから太平洋の、あの、諸島でたくさんありましたが、日本,日本とアメリカ戦って、太平洋に、太平洋戦線で捕虜になった日本人、非常に数が少ないです。その逆に考えますと、こう日本、 日本兵、日本軍がこうアメリカ人の兵士を捕虜にして虐待したっていう話があるかと思いますが、はい、日本兵がは虐待されてい、<laughs> されるまでにま。までにもう殺す。あ<ー>そうすると虐待もへったくれもありませんから。